こんにちは、中井学です。今回はランバックスのタイプ S、この、シダを、これから行いたいと思います。でゲストの方がこちら、お名前は、柳本です。よろしくお願いいたします。まあ、軽くハンディキャップ、ハンディキャップ4です。4で、はい、トップアマの方ですね。で今ドライバー使いになっているものがあると思うんですが、はいはい、今回このタイプ S ぜひ打っていただいて、まず感想をお聞かせください。わかりました、はい、ではよろしくお願いします。今回このタイプ S ご用意したのは75の S です、はい、よろしくお願いします。はい、一発目から軽やかに、一発目から軽やかに、まっすぐやや軽くフェードがかかって、はい、ほぼほとんどまっすぐです、はい、実際こうお家になられてどうですか、感触。そうですね、はい、まず白いのに長く感じないんですけど、はいはい、何なんですかね、これなるほど白いシャフトって使ったことなかったんですけど、非常に、はい、なんて言いますか、はい、違和感がないですよね、はい。実際こう何かご自身で感じたことって何かございますか。そうですね、僕ね、はい、切り返しの時に、はい、グッて入るタイプなんです。何、はい、ていうのかよくわからないですけど、はい、でその癖で、はい、そのクラブによってはもう空振りしそうになることがあるんですよ、はい、それに対して全然その、はい、なんて言いますか、違和感がない。なるほど。で持って先が走りすぎず、はい、でも今は私球が見失っちゃったんですけど、じゃあそれぐらい強烈にいい球だったんです、はい、実際飛んでる、はい、ということであれば、はい、その飛ばしてるという意識は自分の中にはないです、はい、今。なるほど。振りちぎってるって感じもないですから、ってことであればすごいこの道具のね、はい、恩恵を受けているというか、それで飛んでる、うん。逆に言えばやっぱり道具 の、 この特にシャフトの動きっていうものを最大限使える、やっぱ素晴らしいスイングをなさってるからということもあると思うんですが、じゃあもう一度どうぞお持ちになってみてください、はいはい、これもまっすぐ出て軽くフェードして、ポールの少し右側に、はい、林の中です、はい、本当にあれですね、安定したフェードですね。気持ちいいですね、はいはい、でかつ今求めてらっしゃる最低限の球の捕まりもしっかりできている、はい、そうですね、はい、捕まりがいいと思います。なるほど。ただ本当左行くような感じがしないですね。そうですね、大抵のこの捕まり系と言われているシャフトというのは、捕まるけども結局捕まりすぎてしまうというところで、やっぱ上級者の方、はい、やっぱり扱いにくいなっていう方も多かったんですけども、はい、今回のタイプ S に関しては、はい、まあ、捕まるんだけどもその要求した以上に捕まらないというか、はい、その逆に自分がコントロールできる範囲内で捕まってくれる、はい、ですから自分の中で捕まえようと努力する必要がないですから、その分、まあ、力みもなくなっていくということになると思うんですが、はい、でもこれは本当に気持ちよく振れます、はい、普通初めて打つクラブって1球目いいんですけど、2球目大体引っかかるんですよ、はい、安定した球筋で、本当に何て言うんだろう、走りすぎないのに気持ちいいシャフト。なるほど。今お求めになってるそのシャフトの動きに一番近い。そうですね、ということで、でもこれだけドライバーの飛距離そして方向性が安定してきているということは、はい、これをこのままフェアウェイウッドにもつなげていきたいと思うんですが、はい、今実際お使いになっているのは、はい、ドライバーとフェアウェイウッドっていうのは同じシャフトでしょうか、それとも違うシャフト。いや違うシャフトです。あ、違うシャフトです、はい、やっぱりそれはドライバーはドライバー、フェアウェイはフェアウェイ。そうですね、ドライバーはやっぱり飛距離をちょっと求める方向です、はいはい、でフェアウェイウッド逆に方向性を求める。そうですね、それとあとはまあ、拾いやすいシャフトですね。じゃあそれがドライバーと同じようなタイミングでフェアウェイウッドも打てれば非常に素晴らしいと思うんで、そうですね、じゃあこれを全く同じスペックで同じ、はい、フェアウェイウッド用ではない。これはフェアウェイウッド用ではなくてですね、ドライバーと同じシャフトをフェアウェイウッドの長さに調整して、はいはい、作らせていただきました、はいはい、うん、ナイスボール、上がってますね。上がりますね、これグリーンでもしっかり止まりますね。止まれそうな球ですね。ですね、実際こうお家になってみてどうですか。驚きですね、はい、でさっきのドライバーと同じシャフトで、
もっとあの切り返しで、はい、切り返せないかなと思ったんです、はいはい、ですけど本当に気持ちよく切り返してしなってくれて、なるほど、これはもうすぐ使える感じですね。あ、もうこのままこのままコースに持っていかれても、もうすぐ打てそうな、なるほどと思います、うん、ではどうぞもう一度お家になってみてください。はい、はい、はあ、はあ、いや本当にはあっていうぐらいいい球なんですけども、ですね、何が原因か分かんないんですけど、はい、球をよく拾ってくれますよね。だから高い球が出て、でも吹いてる感じではなくて、なんか強い球、ね、低スピンで高い球が出るような、はい、そうなんですよ。フェアウェイウッドでこう球を拾う、もしくは捕まえるという感覚は、実はヘッドというよりはむしろシャフトが寄与するところが大きくてですね、はい、やっぱこのように高さも十分出てますし、やはりこうドライバーと比べてやっぱりスイングを変えなくていいと、はい、だからやはり皆さんシャフトが変わって違ってたり、ね、そのキックの感覚が違っていると、上手な方ほどうまくこう調節されるんですよね。ドライバーはこうで、フェアウェイウッドはこうでと、はい、でもそうするとどうしても18ホール続かない、はい、特にトップアマの方は試合にお出になったりしますから、はい、2日間3日間、やっぱ同じスイングが続いてこないと、はい、そういった意味ではそういったものをこうシャフトで解決できれば、うん、はい、素晴らしいなと思います、はい、今回は本当にこれは自分のスイングを変えることなく、あ、何も考えずに同じ球筋が出ました、はい、ですのでまるっきり考え方が変わってしまいました。はい、ということは一つのスイングを安定させれば全てのクラブが安定してくる、はい、そうですね、はい、やっぱ最終的にはゴルフというものは道具をどう使っていくかというスポーツですので、はい、そういった意味ではご自身のスイングに合った道具を使う、はい、もしくは道具によってスイングが良くなっていく、はい、という意味においてのこのシャフトの持つべき重要度というのは非常に高いと思うんです、ね、はい、ぜひこの藤倉さんのこのシャフトを使って、はい、またクラブチャンピオンを目指していいですね、はい、頑張っていこうと思います、はいはい、ぜひ頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。今日どうもありがとうございました。